犬鳴き止むとね。不動亭さんでございます。ということでございまして、本日来させていただきました犬鳴き山トンネルということでございますけれども、有名ですねここね、すごく。はい、で早速なんですけれども、すごいですここ。マジですか。はい、すごいです。はい、まあとりあえず、噂されているのが、はい、トンネルの中から入り口を見るとその少女の霊が映るとか、半袖半ズボンの、男の子の霊が映るとか、これ珍しいですね。男の子ってだいたい女の子少女とか、ね、女性とかなのに男の子の霊が映るとかっていう。で、運転走行中かなにバックミラーを絶対に見てはいけない、なんでって感じなんですけど、見てはいけないという、いう噂が立っています。がすごいところですねここね、本当に、大丈夫ですね。まあ大丈夫だと思いますから、行きましょう、とりあえず行ってみましょうと思いますけれどもね。はい、ということで犬鳴き山トンネル継承行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。行ってみましょう。怪奇の間、すごいですねここ。久しぶりにすごいなという感じを受けておりますけど、なかなか空気もちょっとこうヒリッと冷たい、うん、そうなんて言ったらいいか、寒いんじゃないのよね、冷たい、空気感が冷たい、あ寒いやこうじゃなくて、うん、あ冷たいっていう感覚を、ね、すごい受けるんですけども、そう、はい、すごいなと思います。はい、でここが犬鳴き、まあ、トンネルですね、はいはい、九州の方にもが有名なのかな、今日の犬鳴き峠、犬鳴きトンネルですね、犬鳴きトンネルか峠、旧犬鳴きトンネルかなんか、はい、うわ、はい、入っていきますけれど、すごいトンネル、落書きだらけね、うわ、うん、はい、お空気が冷てい、うん、なるほどね。やっぱああそうか、え、いや、うーん、一回出ましょうか。一回出ましょうか。これはでも、一回出ましょう。マジですか、うん、これちょっと一回で出ましょう、とりあえず、はい、うん、はい、出ました。ああ、やっぱそうやね。え、そんなやばいですか。やばいですね、だいぶやばいと思いますよ。やばいっていう言い方はおかしいが、すごいかな。すごい、うん、え、先生でもこの入れないぐらいのトンネルってことですか。ん、え、ああ違う違う、ごめんなさい、トンネルは何もないです。え、トンネルは何もないんですよ。トンネルの外がすごい。え、あ、こっち、あ、そうそう、こっちがすごいっていうことで、ごめんなさいね、説明不足でしたね。はい、あのトンネルも全然なんてことないんですよ。うん、でも今もなんか人の声みたいなの聞こえますよ。反響ちゃうかな。反響、うん、あれ、こっちですね、うん、こっちはごめんなさい、あの本当に何にもないトンネルです。え、それでもここで言っちゃうと、はい、検証終了になっちゃうんですか。ああ確かに、あ、ごめんなさい、行きますよ、もう一回テイク2? テイク2やると、あのやらせになっちゃうので、ね、あ、そうかそうか、あのどうしましょう、どうしようかな。困ったね。じゃあ、はい、もう中は見る必要は、うん、ないかなっていう感じです。ただただあの、うん、トンネル長いというか、ちょっと曲がったトンネルかなっていうぐらいの感じで、はい、そうですか、うん、まあ噂の息を出ないんじゃないかなとテイソンは思います。はい、
じゃあ、すいません、僕はどうしたらいいですか。僕どうしましょうね。そこまで考えてなかったですね。どうしましょうね。検証結果いきますかもう。どうしましょう。こっちはでも探るに探れないですもんね。そうですね。だから、なんて言ったらいいんかな。まあ、全体なんですよ。探るも何も。全体的なお話になってくるので、トンネルじゃないなという、いうことだけがお伝えできる範囲内かなっていう。はい。先生、でもこのままだとちょっと終われないので、急遽なんです。はいはいはい、はい。何でしょう。生放送で買いますって言って買いました。はい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 。スピリットボックス。ほい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 。で、ちょっと俺もじゃあこっちの、はい、そのすごい正体を探れないかなと思いまして。なるほどね。難しいと思いますけど、使ってみましょう。で、ちょっと準備するんで。はい。車に戻ります。わかりました。一回戻りましょう、じゃあ。はい、どうぞ。スタッフ祈りでございます。おかしくないですか。先生。はい。なんで先生がカメラ持ってるの。いや、スピリットボックス使いましょう。いや、使いましょうじゃなくて。僕がこう使うんですか。僕使いましょう。使い方よくわかんないですもん。どうしたらいいんですか。その真ん中のね。はい。ライトあるでしょ。これですか。この、それこれね、うん、はい。これがね、なんか色変わるんですって。温度が低かったり高かったりすると、そこを探して、青く光ったら温度が低いかな。で、赤く光ったら温度が高いところを探してお話をするという、話しかけるという。どこも光らないですよ。もうそれを探すんですよ。頑張って。どこも光らないですよ。光らないです。誰かいますか。誰かいますか。誰かいたら返事をしてください。これ面白いですか。あのね、はい、絶対反応しないと思うんですよ。はい。というのも、その霊がうんぬんっていうやばさというか凄さじゃなくて、はい、その神がかり的な凄さなので、スピリットボックスでは無理じゃないかなと思うんです。あ、やばいやばいっていうのは、その怖い悪霊がいるとか、そういう話。そうそうそう、だからやばいんじゃなくて、すごいって言ったでしょ。え、じゃあそれ多分反応しないです。祈りさんがやりたいって言うから。先生、やりたいって言うからじゃなくて、はい、誰かいればお願いですから返事をしてください。はい。どうしたらいいですか。検証結果。はい、ということでございまして、犬の鳴き山トンネル検証させていただきました。スピリットボックスもね、とりあえずは使わせていただきましたけれども、すごい神がかり的な力というか、うん、あのね、悪い方じゃなくていい方の、うん、すごいすごい、その感覚、肌で感じるというか、うん、っていうような感覚がすごくあるところなので、あの心霊スポットというよりパワースポットかな、久しぶりの、うん、という気がしますね。で、その独特の雰囲気が、まあ、このトンネルを、まあ、心霊スポットと言わしめてるのかなっていうような、風に感じました。はい、うん。まさか関西最強スポットがパワースポットだなんてね。うん、そうそうそう、驚きですね。すごい、力を持っているなっていう場所ですね。はい、すごいです。だから、なんか霊さんとかいうことなんですかね。あ、でもそうなんかな、かもしれないです。うん、そういう、うん、なんて言ってんですか、力を研ぎ澄ますのに、
使われるような、その修行僧さんが使われるような山なのかもしれないですね。それやったとしても全然おかしくないっていうか、その方がどっちかというと納得がいくので、うん、はい、というところで今日はこの辺りで失礼したいと思います。ありがとうございます。意外な結果。ご視聴ありがとうございました。背筋がキュンとなったらチャンネル登録高評価をお願いします。チャンネル登録してくれないと、ほら、あなたの後ろに。